スガレリア。え、ちゃんと聞こえてる？スガレリアの菅原です。今日はピッツァ、ポルタビーヤしました。テイクアウェイ、お持ち帰りですね。これから、ちょっと食べていきます。はい、ピッツァ、僕がオーダーしたのは、クワットロスタジョーニーという、なんて言うんだっけ。クワットロスタジョーニーは、四季ですね。はい。ちょっと箱のまま食べるのが嫌なので、お皿、こちら用意してあるので、移し替えますね。ちょっと、ナイフとフォークで。てか、ほんとさ、週に1回は、ピッツァを、テイクアウェイするようにしてるんですけど、というのも、なんか、まあ、チートデーみたいな感じ？あと、まあ、ピッツァのポルタルビアってさ、楽じゃん？で、しかも、イタリアのピッツァは安いから、本当に、週に1回は、ポルタビアして、お家でピッツァ食べてます。ね、これ見えてるのかな？お皿にこう、盛り付け直しました。で、僕、本当お酒あんまり飲めないので、これ、キノットって知ってます？ソフトドリンクなんですけど、結構柑橘系のドリンクで、でもすごくビターなの。ちょっといただきますね。で、グラスはこれ山口光さんというデザイナーさんからいただいたグラスで、ちょっとこれ見えるかな？紹介したい。この、なんていうの？繊細な割れ目が、一つ一つ、グラスによって違うんですね。これで今日はいただきます。ちなみにこれは日本から今回持ってきたもので、うん。一人で、なんか晩酌じゃないけど、ソフトドリンクで。はい、キノットのソフトドリンクいただきます。では、一人で乾杯。まあ、これが一人暮らしの現実ですよね。はい、サルーテ。うん。美味しい。では、ピッツァも食べていきます。本当イタリアのピッツァ？まあ、イタリア人、まあ、手で食べる人もいるけど、大体は、やっぱりナイフとフォークで食べる方が多いですよね。自分の食べたい量をこうやって切って、まあ、大体最初に均等に切って食べる人が多いかも。まあ人それぞれだよね、本当に。まあでも僕は本当に食べたいところから食べたい分だけ切ってナイフとフォークでこうやって。これ映ってないよね。ちょっとさ、後でやり方を教えるね。まあ、こんな感じで、まとめるんですよ。で、さらにここから、まあ、僕は、一口大に切っていくっていう。これさ、一人で語っててほんと楽しい？はい。これちょっと大きいかな。いただきます。うんうん、おいしいよ。あれ、クワットロスタジオに行って説明した？
フォーシーズンズっていう意味で、四季っていう意味なんですけど、いろんなものが入ってるからだと思う。特に僕、キノコと、プロシュット、ハムの、コットってなんて言うんだろうね。コットって生じゃない方が好きなので、いつも結構クワットロスタジオニオ食べてます。で、いろんな味を楽しみたい人は結構おすすめかもしれない。あと、クワットロフロマーチョとかもあって、4つのチーズを使ったピッツァなんですけれども、それも結構おすすめ。うん。うん、やはりね、イタリアのピッツァは美味しい。しかも全然ヘビーじゃなくって、食べやすいんですよね。結構1枚さらっとは食べないけど、結構いける。うん、はい。これさ、ちょっとね、やり方説明したいんだけど、じゃあちょっとピザの食べ方っていうか、本当に別にスペシャルじゃないけど、普通にこうやって切って、ナイフとフォークで切って、でもさ、結構これ硬いから大変なんだよね。で、こうやって、なんか緊張する。まあこんな感じにして、で、一口サイズに切って食べます。うん。うん。スガレリア。はい。ということで、もう一回キノット、これ本当にビターで爽やかで、後味もすっきりしていて美味しいんですよね。美味しい、美味しい。ここに置いてていい？はい。なんか僕、お酒飲まないんですよ、基本的に。日本にいた時もあまり、飲まなかったかな。なんかすごくお酒が弱くって、もう、イタリア人の友達から、なんでお酒飲まないの？もったいないって言われるんですけど、まあ確かにね、イタリアにいるし、ワインとか美味しいのいっぱいあるんだろうけど、カクテルとかさ。こういったナプキンも可愛いですよね。これ見えるかな。なんかこういう消耗品とかはもう本当に、今、ミラノセールしてるんですけど、サルディね。セールってディスカウント。まあ日本でもやってるか。もうそういう時に、もう安くなったやつをガツッと買う。これはザラホームで買ったやつなんですけど、なんか可愛かったから。うっす。はい。まあ、イタリア、僕、7年いるんですけど、本当に早いなって思いますよ。もう7年も経ったの？みたいな。てか、7歳も年取ったの？みたいな。はあ、やだやだ。はい、ということで、今日はピッツァのポルタビーヤで、お家でピッツァを食べました。
本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イタリアミラノのスガレリアでした。チャオチャオ。